それでは流れるという字に行きますね。まず山水ですね、ひし形のイメージでこれよりも外に出ます。またちょっと内側に入って抜いた時に上よりも下を長くしてください。この隙間をね。そしたら、一画目よりも上から、短い位置を書きますね。まあ、一画目のちょっと下あたりにまっすぐの右上がりの位置を書きます。中心からカタカナの無を書くような感じ。まあ、二画目あたりまで持ってきて少し上げて閉じますね。そしたらこの中にこの3本を収める感じですね。まず立ち気味に払いますね。そしたら順番に少し上がる感じで、この点、最初の位置の下にこの線は来ます。少し短め。そしたら順番に上がって、この間隔を一緒にしたら、左の線よりもこの線よりも下がらないようにして上に抜きます。だいたい辺と作りは同じ位置ぐらいでいいです。